競争水面上は続いて代表レースの WG 優勝戦後半戦が開始されました。123そして456の対局ほど各区が6名です。1号艇が平田製菓、2号艇松本奈良、3号艇大石真央、4号艇山本里奈、5号艇高橋敦美、6号艇大川郁美、以上の6選手による競争です。さて、最内地バックプレッツナーには1号艇平田です。前半カードはメルビッシュ逆転出場、チャンの絶好は7勝目を挙げて気分よく優勝に行きたいところです。そして2本線に向かっていくのは8キロを前半から高得点を確保としております2本線の松尾花見です。3本線になっていくそうなのは2本線チャンピオンという3本線を下を3着までから2本線関係で唯一を挙げます。残りの3選手4本線が1つのバッテリーバッテリーお城をさばいた2本線4本と5本線は5本線高橋敦美です。6号艇寺田郁美が1走目3番から追加を当ててそして5人していきました。ラスト勢からは5号艇高橋、地域小学校5着まで2回目が3走目を迎えるように